いね、潰しに来たね今。潰しに。みんな全力で走ってきたときに、これが全力で走ってきて、全力で走ってきて、どっちが速いですか？みんなほら 50m とかさ、徒競走って走る競争するでしょ、はい、ゴールテープあるでしょ、ゴールテープあるときこうやってゴールテープ切る？切らないでしょ。こ一両駆け抜けると必ず頭を下げていってください。頭をこう上げないでね、このままこうしないじゃなくて、一塁に踏むときだけこのまま速くて蹴ってください、ね、早く蹴ると審判の人があ、これどっちかなってなります。そうするともしかしたらアウトがもうセーフになるかもしれない。この一瞬で蹴る、ここだけ早くいいですか、はい、でそれが終わった後、これが終わった後みんなどうします、どうする、そうなるべく ね、こうやって駆け抜けて、駆け抜けてすぐこうやって見れるよ。ね。してください。いいですか？じゃあそれを意識して練習してみましょう。はい、キャプテン、じゃあ。近くていいから、この辺を走れるようなイメージ。はい。はい。まっすぐだよ、まっすぐ。線引いてあるのはまっすぐのところを走ってみましょう。そう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 。いいね。OK。おー、ナイス。はい。そう。はい、オッケー、いいね、はい、ふい、オッケー、はい、まっすぐよ、このラインに向かって、そうそうそう、はい、あと、おお、はい、はい、まっすぐ、はい、まっすぐ、オッケー。もほどけてないか大丈夫、はい、まっすぐよ、そう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 、あと、あと、はい、OK、はい、カーブのイメージはなるべく一直線上でカーブしてください。で、ベースね、入っていくときこれね、こういう風に立ってたままだったらどっちに行く？体どっち行ってる？ライト、ね、ライトに行っちゃったら、あそこ、こう、こう、近い？そう、遠いね。そうならないためには体を少しこっち側に倒してみてください。頭ね、頭を倒していくとこういう風に行けるようになる。 できる人でいいから、蹴れる人はこういう風に行くのではなくて、このぐらいの角度で、このぐらいの角度で、ワンヒットでも2ついける可能性が出てきます。体の傾きね、鈴木さんがみんながカーブが大きくならないようにここに立ってるから、ここに行くように走ってみて、はい、ね、はい、ちょっと緩めたらあんじゃない待って待って、今ね、キャプテンいいの見せてくれました。ここね、スピードは絶対落としちゃダメだよ。今多分鈴木さんにぶつかるから申し訳ないなって気持ちだったでしょ。 ありがとう。じゃあもう一回やってください。無理じゃない、そう、無理はない、やらなきゃダメ。はい、もう一回この辺ぐらいからちょっと膨らんできてみな。一つだけでいいから、そう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 、オッケー、そのぐらいのイメージ。はい、次スピード緩めちゃダメよ。前の人の見ててね、前の人の、おお、いいね、オッケー、ナイス、おお、いいね、おお、ナイス。ちょっと待っていいですか？
じゃあ俺のスライディング見せようか。じゃあね、誰かあそこに立っていてくれる？早いスライディングができるようになるといいんだけど、みんなでちょっと見て、もう一回しなくて痛かったから。イメージとしては走ったらスライディングするよね。スライディングするときにみんな大きなトンネルみたいなのをイメージしてもらって、その中をくぐり抜けるっていうイメージでやってみて、はい、そうするとどうなる？低くなるね。みんな高いままこうやってさ、スライディングしようとするからスピードが遅くなっちゃうんで、ここにこう輪っかがあると思う。その中からこっちに入るとこう小さく早く走り抜けるっていうイメージを持っていくと、低く速くスライディングができるんで、みんなで一本ずつちょっと試してみよう。 OK？ はい、じゃあやってみましょう。そう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 、 OK。 ギュッとこう入り込むようにね。はい、行こう。おー、いいね。今の見た？よかったでしょ。お友達の見て参考にしてね。はい、輪っか輪っか、はい、くぐって、おっ、よし、もう少しこう入ってくるといいね。いいスライディングだけど、はい、いいね、潰しに来たね今。潰しに、おお、はい、スライディング、うまい、一番うまいかも。初めてでした。お、初めて？素晴らしい。はい。はい。いや、綺麗な走塁でした。綺麗だね。スライディング。お尻がね、物語ってる。やっぱスライディングはね、まあ、何回も走んないと覚えないですよ。うん、スピードも違うしね、うん、その足の回転も違うから、はい、ね、どこで踏みやすかも分かんないんで、はい、ただ合わなくてもスピード落とさないスライディングをするのは大事なんで、はい、うまかったね最後の。うん、上でしたね。うん、ね、1年生か2年生か、はい、よかったです、はいはい、だいぶ日暗くなってきたね。どうでしたか今日みんな？楽しかった。楽しかった、はいはい、よかったです。楽しいのが一番なんで、楽しむ気持ちと練習は真剣にやってくださいね、はいはい、で試合になったら伸び伸びはつらつと自分を信じてやってみてください、はいはい、で今日鈴木さんからいくつかアドバイス、頭の中か心の中に残ってると思います。その心に残ってることを忘れず、まずやること、そしてそれを続けること、でそれを意識することを大事にして、これからも頑張ってください。はい、はい、今日はすごく楽しい時間をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今回の動画もご覧いただきありがとうございました。コメント欄にやってほしいこと、話してほしいことなど、ぜひ送っていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。今後もよろしくお願いします。鈴木貴弘でした。